こんばんは、仰天ゆりなです。イエーイ、こんばんは。はい、というわけで今日はちょっと、私さ、昨日さ16時か17時ぐらいにするって言ってたじゃないですか。の15分ぐらい前に帰ってきました。全然あれだったわ。てかショールームするって言ってないね。まあ、いっか。ちょっと事後報告ですけどね。え、755がないんだけど。え、755、え、ちょっと待ってね。755のアプリが、あったあったあった。あ、あ、ちょっとアプリの虫戻そう。そう、なんかね、普通にね夕方ぐらいに帰ってくるかなと、まあ、今も夕方なんですけど、夕方ぐらいに帰ってくるかなと思ったんですけど、ちょっと若干もう夜にあの近しい時間になりました。家着いたら。通知来るから大丈夫だって。そう、あのね、フォローしてくださってる皆さんはね通知来るからいいんですけど、まあもしね通知がなんか仕事をしないっていう時もあるらしくて、まあ逆に755が通知来ないって時もあるんですけど、なんか結構そういうのもあるらしいから、とりあえずね一応どっちかでね、あーってなればいいかなと思ってます。珍しい髪型なんで、いやなんか普通に今日前髪作ってたんですけど、あのシンプルに帽子かぶって帰ってきたから、ちょっとセンター分けになってて、で帰ってきてまだ15分ぐらいしか経ってないから、ちょっと髪の毛も何も直してないっていう、そのまんまです。そのまんまっす。はい、水着の配信しますからって。え、するわけないやん、するわけないやん。バッカじゃないの、やするわけないじゃないですか。私グラビア以外でマジで露出全くしないからな。え、マジでスタッフさんとかにも言われる、ガードは硬いよねって。そう、その通り。私はマジでグラビア以外では本当にマジでガード硬い。当たり前よ、当たり前よ。ナチュラルで良き、ありがとう。今日の夜に再販申し込みますだって。ありがとうございます、嬉しい。明日お話し会ですね。明日が一部からなのかな。うん、遊びに来てくれる人はお待ちしております。やはりサイン会がおすすめ。え、でもやっぱりなんか結構やっぱいつも絶対売り切れるのはサイン会が一番、やっぱりお話し会になると売り切れるのがやっぱ早いですね。うん、なんかやっぱり記念に残るっていうのがいいんかな、皆さん的にも。そうだから、多分今までの握手会だったらワンショットとか動画とかが結構人気だったんですけど、お話し会になってからやっぱもの、なんかワンショットか通称にしても、このなんて言うんだろう、画面越しみたいな感じやから、やっぱ一番先に売り切れるのはやっぱサイン会が一番売り切れるのが早いですかね。でもね、お話し会はサイン会はね、あ、お話し会はあのサインは決まってるんですよ。あの握手会だと確か決まってないんですけど、人数的なものってめっちゃいっぱい書くんですけど、サイン会は、あ、お話し会のサイン会はあの抽選っていうかな、決まってるんですよ、定員が。そうだから、あの
サイン会で申し込んで、まあ、当たらんかったら普通のお話し会やし、当たったらサインも来るみたいな感じ。結局どれもあの抽選っちゃ抽選なんで、そう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 、だったら普通にサイン会とかにして、にして当たったらラッキーとかの方がいいかもしれん。うんうん、そうそうそう。です、ね、今日誕生日だって、ハッピーバーおめでとうございます。素敵な一年を。そうだから割とサイン会とかはもう当たったらラッキーみたいな感じの方がいいと思う。なんかそれを目的にするとちょっと趣旨が変わってくるから、あの当たったラッキーぐらいで言って、当たったらもうめっちゃ嬉しいみたいなね、そんな感じでいいと思う。そうそう、あ、そうです、そうです、あの握手会のサインはもうこんな束が何個もあるんですよ。だからめちゃくちゃあの握手会の時は皆さんの当たる確率がすごく高かったです。こんなねぶっつい玉がね、ドン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 みたいな、すごい時はすごいいっぱいあったので、そうめちゃくちゃね倍率は皆さん割と高かったかなっていうのは思います。はい、なんか私みたいにそんなに人気がないメンバーとかは結構サイン会のその台紙がその部が終わっても余っちゃうぐらいあったので、そうでもまあだからといってめっちゃみんながみんな当たるかって言ったら、なんかあれはコンピューターなので、ちょっとコンピューター次第なので、どんだけ余ったとしても、まあ、当たる人は当たるし、まあ、当たらない人は当たらないみたいな感じにはなっちゃうんですけど、そう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 。っていう感じですね。懐かしいですね、お話し会お話し会じゃないわ、握手会。もう遠い記憶ですね。皆さんも遠い記憶ですよね。私さ結構さモニター越しってマジでブスやからさ、やっぱね生じゃないとな漏れないんだよねとか生じゃないと漏れないんだよね、残念なことに。そう、昔は本当に写真自撮りがめちゃくちゃ下手くそで、ファンの人に本当に握手会でファンの人に、あ、写真より可愛いねみたいな、でスタッフさんにも、そのプラメのスタッフさんにも、で今日ってもうちょっと自撮りさみたいな、うん、なんか可愛いのに自撮りが下手くそすぎて言われたことがあるんですよ。っていうぐらい昔本当に自撮りがめっちゃ下手くそやっためっちゃ下手くそだったんですよ。もう唯一の SNS、 なんか3年か4年ぐらい SNS がプラメしかなくて、なかなかツイッターとかインスタとかもさせてもらえなかったので、もう唯一の個人の SNS っていうのがプラメしかなくて、755もその時は共通だったんですよ。あのエリア分けの755しかなかったので、個人ではなかったので、なんか個人のものっていうものがすごくなくて、その時そうめちゃくちゃブサイクやったなんか自撮りなんてしたことなかったでさ、撮ってんけどさ本当にイモかったね本当にイモかったね。なんかもう下げるっていうことをまだ知らなかったから、なんていう、なんかどの角度がどうとかって本当に加入したてって分からんやん。もう皆さんだったら分かると思う。皆さんもよくあの写真会の時とか握手会の時とか言ってくださってたんですけど、なんかその時になんか、いや僕たち普段撮らないからさみたいな、写真みたいな分かんないんだよねみたいな言っとったけど、いや本当にその通りで、私たちも加入、まあ、人にもよるかもしれない、もともと何かやっとった人なら写真撮り慣れとったりとか、まあ、今最近の子はみんなもうその辺でパシャ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 しとるけど、私がまだ高校生のとか中学生の時はそんなね、携帯がそもそもパカパカ携帯やったし、そうっていうのもあって、ちっちゃい携帯なんて撮らへんかったから、そうなんかね加工とかも全然せえへんかったから、ほんまに普通にただの写真ただの写真やってん。
そう、でも今は覚えて盛るということをこの子を取ればいいんだなみたいな今は覚えました。今はちゃんと覚えてこう取れば可愛くなるんじゃないかなみたいなのね覚えましたけども、そう本当に昔は分からなかった。そう、いや誰にも教わってないです、もう自分で研究ですね、これに関してはどこがどういいかみたいな。そう、初めて握手会行った時に腕書道が当たって方言でやってもらった思い出だって。あ、そうなの、うん、ありがとう。え、加工してますよ。逆に加工してない人って多分いないと思う、写真だってみんなフィルターは絶対かけてるやん。インスタとかでもピンク系の系統にまとめてる人とか、ちょっとあの映るんですみたいな感じ、ちょっとエモい感じにあの加工をかけてる人もいるから、絶対なんだかんだその人のコンセプト的に絶対加工はかけてると思う。加工っていうのはその顔を変える加工ではなくて、エフェクトのなんていうの、その色味のことの加工は、だってどう考えたってかかってるやろってなるやろ、色的にピンクっぽい、普通のカメラでピンクっぽくは絶対ならへんから。そう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 、いつもここかけてますよ、まあ、私のあれ見てもらったら分かるんですけど、加工かけてないやつで載せてるやつもありますけどね。なんかそれこそ前ちょっと前にあの妹が不意に撮ってくれた写真は、あれはノー加工です。あとインスタに載せたあのポートレートで撮ったやつ、あれはノー加工です。あれは一切顔あのポートレートだから、もうこの携帯の写真で撮ってる、だから顔をちっちゃくとか目を大きくとかも一切してないやつ、あれインスタに上げたやつと、あとインスタに上げたやつプラス違うやつもツイッターに載せたかな。そう、ガラケー時代加工一切なかったのやばいよね。え、わかる。っていうかでも本当にそれで思って、例えば昔のパパとかママの写真とか、まあそうですけど見て、あの時代って加工って絶対にないじゃないですか。それでな、なんか今のさ残ったとしてもさ、まあ、そのあの時代って多分加工って言ってもプリクラぐらいやね。プリクラやってさ、あれほとんど加工なんてついてないから、昔のプリクラただ単に写っとるだけやから、あれってなんかそう思ったらさ、昔のさ写真パパとかママのさ写真とか見てさ、本当にさ顔面強いってさ、本当に顔面強いんやなって思う。なんか今の私たちの見せてもワンチャンさ、どこまで加工してるか分かんない、どこまで目を大きくしてどこまで小顔効果使ってるのか知らんけど、でも昔の人の写真って絶対加工できてへんから、なんかもう絶対的な顔面の強さなんやなってすごい思う。常と顔の違い、はい。そう、めっちゃもうすっごいなってすっごい思う。思わないかい？昔のパパのとかママの写真とか見てさ、本当にさ顔面強いなって思うやろ。加工がなくてすごくない？すごくない？本当に今のプリキュアやばい。なんか今のプリキュア原型とどめてないんやけど、どういうことって感じになるよね。最近プリクラ撮ってへんけど、なんか今のプリキュアなんかもうすごい、なんかどうなってんのっていうなってるよねどうなってんのって思うよな。でもなんか結構一時期 TikTok でなんかね曲に合わせてなんか今の
じゃあ例えばパパだとするやん、今のパパから昔はこうだったよみたいな感じのやつが流行った時があって TikTok で、ですごい流れてきてたん一時期で、見るとさ、まあ顔面強いなほんまに、みんなびっくりした、わーみたいな。いや知らん人のお父さんとお母さんやけどさ、そう強すぎてさ、いやこの加工のない時代に顔がね強いってどういうことだったの。思うし、あと思うし、あとすごいなんか最近 TikTok でもあの芸能人さんがやられてるじゃないですか。ですごい思うのは、え絶対加工ついてない方が可愛い綺麗って思うの。それってさやばくない、異次元だよな。な本当になんかすごいすごいなって思う本当に。え分かるやろ。そうなんかまあ普段こうテレビで出てる方って、テレビってまあ加工なんてついてへんから、なんならちょっとさ膨張して、まあ昔、今はそんなないかもしれないけど、昔はちょっとさぽっちゃりして見えるとかよくあったけどさ実際だとだから顔がめっちゃちっちゃいとかめちゃくちゃ細いみたいながあるけど、なんか TikTok とか加工がついてるやつ、いや絶対無加工の方がいいわって思うのって、いや事件がちゃうなって、すっごいよな、なんかな、なんでなんだろうね。ねえすごいよね。ね、私は絶対に無理私はもう絶対に無理、無加工とか絶対に無理、絶対無理だな。なんか雰囲気的なのでそういうので撮ったりするけど、その加工がついてないフィルターだけちょっとエモい感じで撮りたくて、なんかなんていうの、加工がついてない、顔がちっちゃくとか目が大きくとかならへん、本当映るんですみたいな感じのやつのさカメラアプリあるやん、ああいうのとかではなんかエモいのが撮りたい時とかはいいけど、でも難しいよね。そうお風呂上がりなのだって、えいや仕事帰りじゃわ仕事帰りや言うてるやん、最初に仕事帰りですよ。まだ帰ってきて、始めた時帰ってきて15分ぐらいしか経ってへんかったんですよ。なんか思ったよりもねちょっと仕事がね長かったくて、なんか本当はね17時ぐらいにショールーム、16時ぐらいにとか言ってたんやけど、全然やったわ。ボサボサやからやろ、ボサボサ、私が前髪いつもきっちりかっちりやってるからな。ごめん、帽子かぶっててんずっとバキハーさんをかぶっていってね、ボサボサなのよ、ほほほ。目ん玉にぶっ刺さる。ほらいいこと言う、ほら見て、加工しちゃいけないルールなんてないから、何でも好きにしたらいいよやって。いやそれな、あれでもあるやん、どっかのアイドルさん、どこでしたっけ、教えてた時、加工して何が悪いだって、写真ぐらい盛らせろって、いやその通りやその通りや。センター分け人生初、いや違うショールームで何回かしてる。そうやな、だからショールーム私マジで漏れない、ブッスブチュー行く、まあすっぴんやからやねんな
スピやねん。もうな、毎日もな、毎日アイドルでな、ショールームもやんりょったんだ。もう毎日毎日メイクは無理よ。さすがに無理、さすがに無理。それはちょっと厳いわ。スッピンでも許してくれって感じ。そうなの。え、何に対してって感じやけど。でもよく言われる、あー実物が一番いいよって。それな。逆に実物見てあーってなる人ってあんまりおらんよな。な、そうやない？なんか結局みんなさ、実物がいっちゃんかわいいってさ思うよね。思わない？私メンバー見ててさ、写真めっちゃかわいいけどさ、いや実物がもういっちゃんやな、ずば抜けてかわいいわ。あー、ななみんだ。ななみんのフィギュア、なんか急にツイッターを見たけど、ななみんのフィギュア、ツイッター見ようとしたんじゃないわ。もう本当にさ、やばいよね。やりたい。え、明日1月30日？なんだと？へえ。ちなみに明日さ、あれは寿司、明日お話し会何時までなんだろう。ね、なんかさ、私さ、あ、やばい、私さまたさ、あのパスワード忘れたせいでさ、メールロックかかっちゃってさメールさ届かないんだよね、あの業務連絡のメールが今届かなくてさ、マミーにさ送ってもらってんだけどさ、やばい、その電話するの忘れた。やばい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 、やんなきゃ。解除の仕方調べたら出てくるんだけどさ、分かんなくて、あの理解ができなくてさ。そうなんだよね、やばいやばい。この今忙しい時にね、ウキピッピッピーやね。明日は13時半まで。そうなんだ。めっちゃ、うわ、そうなんだ。次の仕事までめっちゃ間空くじゃん。そっか。よし、じゃあこの辺で終了にしよっかな。15分経ったよね。じゃあその辺で、時間も時間でいい感じだ。じゃあこの辺で終了にしようと思います。そっか、123か。そうなんだね。そうなんだ。そっかそっか。じゃあ明日あれだ、じゃあお話し会終わって家帰ってきて次の仕事に行くまでのあれだな、に間にショールームしよっかな。だから昼ぐらいかなって思ってます。よし、じゃあ13位しんどさん、12位はるたろうさん、11位ときたぷさん、10位マックセイトさん、9位ロバさん、8位きみなみさん、7位あきひこさん、6位ヤングさん、正月始まった。おお。5位キリアさん、4位ナッティさん、3位岡山さん、2位近いシーさん、そして今日の第1位はミャオヨイさん。噛みました、すいません。ミャオイさんです。あ、変わった、変わりましたね。はい。ちょっとじゃあもう、じゃあ変わったのでちょっと一瞬で読みますね。13位春太郎さん、12位ドキタピさん、11位マックセイトさん、10位ロバさん、9位キミナミさん、8位アキヒコさん、7位ヤングさん、6位キリアさん、5位ナッティさん、4位オカヤさん、3位チカイシーさん、2位ミャウェイさん、そして今日第1位がヨッピーさんです。ありがとうございました。
はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで明日はお話し会が終わってお家に帰ってきて、だからまあ昼過ぎ、昼過ぎぐらい、3時のやつぐらいなのかな、わからんけどぐらいにショールームしたいと思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。